診断のウーラオスデッキは一撃ウーラオスが一番強いに決まってるよな。いやまさか、やっぱり連撃ですよ。ベンチパラ負けるの最強っす。いや一撃だ、一撃で相手のバトル場のポケモンを粉砕するんだ。いや連撃で後ろのシステムポケモン崩壊させてやりますよ。いや一撃だ、いや連撃だ、せーのデュエル飛んだ茶番どうもスカラムレです。どうもペーパーです。あの僕は絶対一撃の方が強いと思ってるんですよ。自分はまあなんかパッと見た感じ電撃かなって思いました。これちなみにスタンダードの話ね。エクスラとか電動だったら電撃の方がそれ強いよ。必殺ポケモン多いからね。そうですね。でもスタンダードだよ。なんか一撃の火力見た時にちょっと足んねえなって、なんかもうちょっと出てくれたら一撃の方がいいってなってたと思うんですけど。なんだなんだ、一撃をディスるの か, なんか270ってすごい絶妙なラインで、一撃エネルギーがあるから火力どんどん上がるから300オーバー余裕だね。ということで今回僕が使っていく、アスカランブレーが使っていくデッキが悪の一撃ウーラオスデッキなんですけど、まあ、これどんな感じのデッキにしたかって言ったら、もうマジで何もそんな変なチョコ材なことしてない、本当にポピュラーな感じでデッキを組んできました。デルビル4、ヘルガー4、クロバット、デデンネのドローソース、一撃ウーラオス V、 一撃ウーラオス V マックスとエネルギー合計10枚入れました。でクイックボール、スーパーボール2枚のポケモン通信、まあここら辺サーチカードですね。ポケモン通信まだ入ってる。そうポケモン通信の4、合計でサーチカードは10枚。これは僕ら電動勢なんで、電動勢安定求めがちなんでね、こういったサーチカードも多めに積んできました。でドローソースにもなり得る悪の塔で、攻撃力を上げる格闘道場、ベンチを引っ張り出すためのボスの指令、ヘルガーとか一撃エネルギーに触れることができるネズ、相手の手札に干渉するマリ博士の研究、穴抜け、入れ替え、活力の壺で、あと1エネで、こいつエネルギーがさ3エネと4エネってちょっと攻撃しづらいじゃん。だから小回り効くために一撃の巻物を3枚積んでみた感じです。このデッキで今日はペーパー君を倒す、いやなるほど連撃君を倒す、対する連撃側、はい、まずメインとなるウーラオス、うん、これ3枚ずつです。まあそうだ。そして、うん、ちょっとおしゃれポイントですね。何ここからこいつ超弱点です。超弱点で未来になった時絶対殴り合いになるんですよ。でその時にちょっと有利にしたいなと思って超ポケ採用技、何使うかっていうとここ使います。はマジかよ、は何言ってんだ。さらに、うん、VS 三死を見据えてここ、三種の技をコピーするための9個。さあ、塔タイプと炎タイプ一緒に入ってます。え、灼熱の大地ってこと？え、エクストラ、これ何エクストラではない、スタンです、うん、で、まあここら辺アシストできるカードを打点調整したりとかで、うん、で、まあさらに最近ちょっと特殊エネ強いんで電撃からうねりの扇採用と、まあそりゃそうだ、あとはこいつがばらまけるんで、うん、スコープも採用して、うんうん、ここら辺がまあドロソー、はいはいはい、こちら今回6枚です。でまあ入れ替えとかのシステムと、あとはスタンプ、さあここからもうデッキの核となるカードが見えようとしてます。炎だ、赤色使います。まあそりゃそうか、ここら辺のカード入ってるもんな。溶接工、うおなんだその溶接工大好きなんで、マリーと博士23で、うん、巨大連撃とかあと疾風好きとかがちょっとした打点になりやすいんで、うん、ボスの指令で、まあ、後ろ枯れたりとか、うんうん、っていう動きができたり、あとはまあジグザグマとかクロバットと一緒に、あとまあ連撃エネ持ってくれるネズ、スタジアムかまどを入れて炎エネルギー持ってくるように、こちら電撃エネと赤色、さらにオーロラエネルギーを入れることで、まあバランスよく使えるように。え、すごいおしゃれじゃない、この水の連撃ウーラオスが炎エネルギー立ちでデッキ組むんだ。どうしても一ターンで技使いたい病気にかかってるんで。本当だ、巨大連撃が、連撃エネルギープラス溶接光1エネで起動できるっていう、こいつも考えてきやがったなこの全然そういったおしゃれポイントの何もないポピュラーな一撃デッキ VS おしゃれポイント満載の連撃ウーラオス、勝負だ、勝負です。こいつをシャッフルするのが大変だちゃんと混ざらない、並べ替えちゃった、事故ったとかなしだ。いくぜ、最初はグーじゃんけんぽい、先行もらいます、後攻もらいます。まあいいでしょう、よろしくお願いします。お願いします。一撃ウーラオス V、リザード&テールの味です。どうぞ。1枚エネルギーリザード&テールの味つけます。はい、どうぞ。クイックボール使います。はい、ストック出すか、連撃ウラオス V、 はい、来たか、連撃ウラオス V で、これでカットお願いします。はい、このままベンチに連撃ウラオス V、
はい、出してそのままターンエンドでターンもらいます。1枚ドロー、ベンチにデルビル出します。はい、さらにポケモン通信で山札に一撃グラウス VMAX を戻します。はい、で山からポケモンを持ってくる、デルビル持ってきます。はい、はい、じゃあデルビルを手札に加えます。ベンチにデルビル出します。はい、ベンチにデデンネ GX 出します。マリー研究入れ替え1、2、3、4、5、6枚はい、1、2、3、4、5、6枚。はい、スタジアムカード悪の塔出します。悪の塔の効果、手札の一撃と名の付いたカードを捨てることで2枚ドローすることができます。はい、活力の壺を捨てて2枚引きます。よいしょ。はい、どうぞ。おい、クイックボールで手札の等エネルギーを捨てて山札から種ポケモンを持ってきます。はい、持ってくる種ポケモンはデルビルです。はい、どうぞ。ベンチにデルビル出します。はい、スーパーボール上から7枚、1、2、3、4、5、6、7枚で、その中のポケモンを手札に加えるので、じゃあヘルガーを持ってきます。はい、どうぞ。手札に加える。このターンまだサポートを使っていませんが、まあまあまあいいでしょう。ベンチに一撃グラウス V もう1匹出します。はい、でバトル場の一撃グラウス V に一撃エネルギーをつけます。はい、技研ぎ澄ます。山札から等エネルギーを2枚このポケモンにつける。じゃあ等エネルギーを2枚つけてターン終了です。はい、どうぞ。1枚。はい、まずうねりの扇で、はい、山札の下に、山札の下に戻す。いや扇強えな。溶接庫、はい、後ろに1枚つけて3枚いきます、はい、どうぞ。3枚。はい、クイックボール使います。はい、どうぞ。クーバット V、うん、はい、そのままベンチクロバット出して特製ナイターセットで3枚。はい、今グッズ含めるかい。はい、使います。前にクロバット、うん、ペニックウラウスに望遠スコープつけます。はい、これでそのままターン終わります。ターン終わるだと。そいつ弱点格闘ですけどいいですか。どうぞ。なるほどね。俺のターンドロー。じゃあデルビルヘルガーに進化させます。はい、ヘルガー一撃の方向の効果、自分のポケモンに20ダメージ乗せてそのポケモンに一撃エネルギーをつける。まあ順番は逆か。そうです。エネルギーをつけてつけたポケモンに対して20ダメージを与えると。はい、バトル場の一撃ウーラオス V、 一撃ウーラオス VMAX に進化します。はい、どうぞ。これで聖剣好きの火力は120、効果抜群で240ダメージとなります。クロバット V に聖剣好きで攻撃、はい、倒します。サイド2枚。どうぞ。結構いいウーラオス。はい、1枚。うん、ポート博士の研究、はい、使ってプラスして7枚。どうぞ。いきます。7枚。はい、進化。はい、電撃ウラオス VMAX 来たか。ウーラオス VS ウーラオスの図、構図が出来上がりました。出来上がった。電撃エネルギーつけます。はい、ベンチの V に、V とか GX に攻撃するときにプラス3。ベンチジグザグマ出して感触ヘッドでデデンネに10ダメージ。だー、技は巨大電撃、すべてトラッシュして相手のポケモン2匹に120ダメージ。まずデデンネが150ダメージですね、望遠スコープの効果付きで。はい、もう1体が、デルビル、デルビル、ここに120ダメージ、120ダメージ、120ダメージ。はい、で、記述で合計サイド3枚、はい、サイド3枚取ります。綺麗な取り方ですね。なるほどね。完全に無視してサイド取っていく感じか。ターンもらいます。はい、どうぞ。ドロー、いくぜ。どうぞ。まず悪の塔の効果、はい、一撃と名の付いたカードを捨てることで2枚引けます。はい、どうぞ。ドロじゃあネズを使いましょう。はい、どうぞ。山札からヘルガーと一撃エネルギーを持ってくる。で手札に加えます。はい、はい、ベンチのデルビルがヘルガーに進化します。はい、バトル場の一撃ウラウスに手札から一撃エネルギーを貼ります。はい、これで27、28、29、30、31、310までダメージが出るようになりました。
まだ足りません。はい、ヘルが一撃の方向、山札から一撃エネルギーをバトル版のウグラウスにつけます。はい、どうぞ。これで330出ると、まあ、ただしエネルギー5個取らしするんだけど、ね。はい、2匹目、こちらのヘルが一撃の方向の効果使います。はい、あ、いや20ダメージ。あ、本当だ、一撃の方向1回使ってる。方向の効果で20乗せました。で、こっちのヘルガーの効果、一撃の方向の効果で山札から一撃エネルギーをベンチのグラウスにつけます。はい、で、ここにも20ダメージ。よいしょ、1、2、3、4、今手札がこれで4枚です。はい、さて行くぜ。下の技、巨大一撃。自分についてるエネルギーを全てトラッシュするが、相手にかかってる効果を全て無視する。27、28、29、30、31、32、33、330ダメージでサイドを3枚取ります。はい、残りサイド1枚、3終了。前ジグザグまで、はい、どうぞ。1枚、まずクイックボールでマリトラッシュします。はい、おしゃれポイント、ミューツ&ミュー出た。あ、やっべえ、かっ、あ、弱点疲れるのか。一旦カットで、はい、で、ベンチにミューツ&ミュー、おい、出します。やばいか、これやばいか。手札からオーロラエネミューツ&ミューに貼って、トラッシュの効果、ボスの指令トラッシュで、はい、もう前やりに行きます。やばいぞ前やりに行くんで、やばいぞマジで。クロマットで出して特製ナイトアセットで3枚いきます。はい、どうぞ。3枚、うん、よいしょ。さあ、スタジアム張り替え、巨大なかまど、はい、いえ、やばい、エネルギーがトラッシュ見ますね。持ってきた方がいい。かまどの効果でポケモン通信トラッシュ、うん、で、山札からこのエネルギー2枚できて、あと1枚引くだけなんですよね。溶接工ない。その後です。え、その後です。入れ替えか。あ、入れ替えか。そうなんですよね、ジグザグマが前にいるんですよ。オッケーオッケー、入れ替え引くな、入れ替え引くな、入れ替え引くな。どうぞ。溶接工使います。はい、2枚、はい、ミューツ&ミューにつけて、はい、3枚引きます。はい、3枚、はい、ほっ、決まり替え。あー来ました。うわマジかよ。で、特製パーフェクションの効果でレシリザートラッシュにあるので、うん、ダブルブレイズ GX 使って GX バズだ、はい、じゃないと倒せない。なるほどね。で、200、うん、効果抜群、400、400気絶だ。で、サイド3枚でありました。ありました。これはね、パッと見パッと見、いや、それもうミュウミュウが強いだけやんって思ったんだけど、いや、これは違うわ。おしゃれポイント強い。ミュウミュウのバトル場への攻撃力の高さ、連撃エネルギーとその連撃グラスの巨大連撃でベンチの狙撃する能力が、ね、これ噛み合ってるわ結構。ここで確実にウーラオス1体倒せるんで、うんうん、あと残り3枚の取り方を考えるっていうゲームなんですよ。あ、でもそっか、こいつやっぱダブルブレイズが3位7のが優勝なんだ。そうですね。なるほどね、ありがとう。いいなと思ったら高評価、悪いんですねと思ったら低評価をよろしくお願いします。これはいい出来だったわ。いやー、ありだないや、やっぱりスタンでは一撃の方が強いね。まあ、おやさっき負けたやろ、お前みたいな。あれ何言ってんだこいつ。あれれれあ、どうも、アスカラムレです。どうも、ゼーバです。さっきの試合は、まあ、はい、一撃のグラスもちろん強かった、はい、あれはミュウミュウのパワーやっぱ強かったよ、はい、ミュウミュウ強かったよ、ミュウミュウが。最初はグーじゃんけんぽい。うん、じゃあ先行で後攻です。さっきとは逆です。1、2、3、4、5、6、7。よし、今度は先攻。はい、どうぞ、見せてやるぜ。なるほど、よしよし、リベンジマッチの時だからね。よろしくお願いします。お願いします。デルビル、ジグザグマ、田村マスロー。まずはクイックボール使います。はい、クイックボールでポケモン入れ替え切ります。はい、どうぞ。山札から種ポケモンを持ってくる、うん、一撃グラス持ってきます。はい、どうぞ。まだ触ります。ベンチに一撃ウラウス出します。はい、ポケモン入れ替えでデルビルと一撃ウラウス入れ替えます。はい、どうぞ。クイックボールでスイーパーボール切って山札から種ポケモン持ってきます。デルビル持ってきます。はい、どうぞ。順調順調、順番に並んでってます。先行1ターン目からデルビルいっぱい並べていくぜ。で、ベンチにクロワット出して手札1枚なんで5枚、1、2、3、4、5枚引きます。はい、どうぞ。やっぱりね、おしゃれポイントどんだけ積み込もうが、一般的な方っていうのはすごい回しやすいから、不純物何もない。デルビル3匹目出します。はい、で、手札が1、2、3、4、5、今手札5枚です。まあサポート使えないんでね。あ、でもエネルギー貼ってないのか。俺さすがにエネルギーを貼りたいところなので、ポケモン通信でヘルガーを山札に戻します。はい、いませんでしたポケモン。よい
一応手札戻したけどなくなっちゃったはい、手札が3枚です。で、手に出します。捨てます。6枚。ああ1、2、3、4、5、6枚。はい、バトル場の一撃ウロスに基本等エネルギーを貼ります。はい、どうぞ。あ、これでいいでしょう。ターン終了です。1枚出ます。はい、まず巨大な鎌の貼ります。 OK。ジグザグマにオーロライネ貼ります。おお、ジグザグマにオーロライネ、なんだ体当たりする気か。不意打ちだった、失礼します。不意をつけトラッシュボスの指令で、はい、ベンチにクロバット出し特製ナイターセット3枚引きます。はい、3枚。うん、怪しい電撃裏を確認出して、うん、一緒なしかな。望遠スコープ、はい、サポートマリ、おお、マリ流します。4枚。5枚。さあ、勝負。このまま巨大なかまどを使います。はい、この上にトラッシュして2枚持ってきます。うん、そのまま番終わります。頑張ります。ドロー、いきます。ベンチのデルビルがヘルガに進化。ベンチのデルビルがヘルガに進化。はい、なるほど、2匹揃っちゃったよ。じゃあヘルガ一撃の方向を使います。はい、どうぞ。山札から一撃エネルギーをウラオスにつけます。はい、よかった、お願いします。これで20ダメージになります。はい、はい、手札から一撃エネルギーを貼ります。はい、でこれでインパクトブロー180、20、220です。効果抜群。あ、こう、効果抜群ではない。抜群ではない。マイクソ弱点かい。はい、倒します。はい。最低1枚です。取ってみましょう。終わり。クロバットから。うん。1枚。どうぞ。手札から電撃エネルギー、電撃ウラオスに貼ります。はい。なんか、サポートネズ。はい。使います。どうぞ。クロバット V。うん。だけで、カットお願いします。はい、どうぞ。よくでしょう。で、かまどの効果でリザードのテールのトラッシュ託します。はい、で、山札対象なしで、うん、ベンチミュウミュウ。はい、あのミュウミュウはやらなかんあいつやらなかんやつや。で、クロバット出してナイターセットで3枚。はい、どうぞ。3枚、うん、惜しくはあった。ポケモン通信、はい、9個たまに戻します。ラス、うん、カットお願いします。はい、進化、はい、そのままバン終わります。バン漏れます。ドロー。バトル場の一撃ウラウス V を一撃ウラウス VMAX に進化させます。はい、そんで一撃の方向を使います。山札から一撃エネルギーを自分の一撃ポケモンにつける。はい、ブラ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 、ここにつける。27、28、29、30、31、32、33、320ダメージ。あ、そうだった、失礼しました。これ毎回忘れるわ忘れないように。330まで出るです。330まで出るです。1、2、3、4、5、最後が5枚。まあどう考えてもあいつが一番嫌なんで、ミューズ&ミューを前に出します。はい、これで決める。巨大一撃、27、28、29、30、31、32、33、330ダメージでドン。はい、最初3枚取ります。あ、そうだった、忘れた失礼しました、すいません。はい、終わりです。クロバットから、はい、どうぞ。終わりです。1枚。はい、どうぞ。エネクロバットに入ります。お、いいよ。かまどの効果でこのエネトラッシュして、はい、山札から本舗のエネルギー2枚。溶接工でもエネ活用できるんですね。そうなんですよ。はい、で、まあ意味ないけど、まあ持っとけ、本は森で1ネ切って逃げます。はい、どうぞ。ウーラオスが前に出ました。はい、どうぞ。技疾風好き、ベンチからバトル場に出たので120ダメージ追加で150ダメージです。150ダメージ。はい、合計190食らいました。1番終わりです。頑張ります。ドロー。そうだね、あいつを倒すには330なんだよな。いや、バトル場の一撃イムラオスに、はい、トエネルギーを貼ります。はい、どうぞ。活力の壺、はい、一撃エネルギーを山札に戻します。はい、はい、一
一撃の方向でつけます。20ダメージ合計210です。210、もう一丁一撃の方向、はいはい、また20ダメージ、はい、じゃあ聖剣突き140です。じゃあ1枚いきます。はい、強いの引いたかもしれん。なんだか、えね、一撃グラス、あ、やべえ、電撃グラス、それもしかして俺当てれるよ、強いの。ガラルジグザグマを引きに行きます。なるほど、はい、7枚、1,2,3,4,5,6,7 枚、うん、さあ、だいぶ削り、削りに削ったんで、ちょっと待って、最初2枚だからね、言うて、はい、まずはリセットスタンプ。うわー、手札流れた。流します。いや、ベンチに空きがなくてさ、後続のグラス出せなかった。そうなんですよね。これね、ヘルガーのデメリットかもしれないよ。ヘルガーっていうか、クロバットとデデンネというか、今むず難しい、これジグザグマあるのですが、何、うん、ちょっと当てる場所すげー今悩んでるんですよ。こいつじゃないんだ。そこやると、5枚取れてゾレ倒しもリーチなんですけど、でヘルガーに乗せると、うん、ヘルガーとで一撃ウラオスを倒して、うん、次の一撃の方向が1回減るんですよ。ああ、なるほど。マックス最大回数が、ガラルジグザグマはここに当てればサイドが取れるし、サイドがまあ5取れるんで、ここに当てるとサイドは4枚だけど一撃の方向の数を減らせる。そうなんですよ。ああ、なるほど。っていう今めちゃくちゃ難しいところに、ジグザグマベンチ特製感触ヘッドで、デデンネ10ダメージ10ダメージ、はい、ちなみに今のジグザグマなんでデデンネだと思ったの。連撃打ちます、うん、で、まず倒します。うん、倒される。そうするとここの4体がバトル場に出るんですよ。うんうん、どれかが出るね。で、手札が2枚、手札2枚、クロバツとかに繋がったとしても、うん、下のウーラオス、うん、次攻撃するってなったタイミングでこっちが疾風突き打つために必要札が電撃エネと、うん、溶接口でここ逃げる用のエネ確保するか、まあ引きも入れ替えを2枚用意して疾風突きをすれば誰でも倒せる、しないといけないんですけど、もしここ1位とかで前に居座られた時にボスの知り合いを打ちたいと、だから早めに今の段階でサイドは多めに取っておくべきってことだったって思ったんですけど、ちょっとプラン変えるんでポケモン通信に休暇やっぱプラン変えます。あれでも出力のツポが必要で、さらにウーラオスも引かないといけなくて、うんうん、さらに入れ替え手段も引かないといけない、うん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 、じゃないだろ、めっちゃ考えてるよ。とりあえずまあなんか槍勇敢、はい、気休め程度っていうのがです、はい、よいしょ。やっぱいろいろ考えた結果ヘルガーを倒した方がいいんじゃないかっていうのを思いつくも、でもまあなんかリーチかけた方が強いかなっていうイメージ、はい、お願いして、うん、ベンチ出します。サルジエ、うん、これ上置いて今行こうか、うん、よいしょ。ここからが話題のあれなんですけど、うん、電撃でこことここ、はい、に、120でこっちがスコープ付きで150で両方気絶する、サイズ3枚で3と2枚、はい、合計5枚取ります。これあれだね、一撃ウラオスのデッキとガラルジグザグマめちゃくちゃ相性良さそうな感じするね。これ見せられる、そうめちゃくちゃ強そう。このヘルガーとかも倒せるのもいい感じのライン調整できるね。そうなんですよ。じゃあ前に出すのは、まあ、誰だろうな、あとはあれですね、連撃の方のあの巻物、あれの採用についてもまあなんか結構検討した方がいいっていうのは今戦ってて思ってます。ああ、なるほど、ベンチばらまけるから、あ、でこれ取らせた、とっか、そのデッキに関しては溶接口入ってるから、あそこのトウ、ムー、ムーが揃いやすいんだ。揃いやすいんですよ。なんで普通に揃えられちゃうんで、最悪オーロラエネプラス溶接口2枚でも取ってるんで、ミュウミュウとも相性がいいんだ。そうなんですよ。誰だそう、殴れるヘルガーかな、いやお前逃げ越す2だしな、デルビル行ってこい、バーバーバー取ろう、行きます。はい、手札何枚ですか。手札8枚あると思います。4です。まずポケモン通信でヘルガーを山札に戻します。はい、さよなら。で、持ってくるポケモンは、じゃあ通信で、クロバット。はい。クロバット、僕ちょっと、ドロソ大好きなんで、クロバットにします。いや。いくぜ。クロバット出して、5枚引きます。はい。1、2、3、4、5枚。はい、これで、ウーラウスを引けばいいんだよ。あと、活力のツボね。お、引いた。ポケモン通信でもう一回ヘルガーさよなら、何度も来てくれてるのに、うん、さよなら、さよなら。一撃グラス持ってきます。はい、はい。で手札に加えて
ベンチに出します。はい、素直に入れ替え用に出るビルに1円貼ります。はい、手札が今 1,2,3 枚です。はい、じゃあ一撃の方向を使います。はい、山札から一撃エネルギーをベンチの裏押しにつけます。はい、これで20ダメージ。よいしょ、あとお願いします。いきます。じゃあマリーでシャッ、はい、シャッ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 。はい、で僕は5枚です。4枚、これで活力の1,2,3,4,5枚、活力の壺とヘルガを引かなきゃいけないんだ。2,3,4,5、スーパーバーール上から7枚、1,2,3,4,5,6,7枚、まあヘルガを持ってきます。はい、3体揃ったと。はい、いきます。逃げます。よいしょ。はい、で一撃グラスが前に出ます。よいしょっと。はい、ヘルガに進化。はい、まあ、ここまではいいんです。はい、こいつは使った効果、こいつはまだ使ってない、はい、こいつもまだ使ってない。はい、まあ山札に活力トラッシュの一撃エネルギー見ます。1,2,3,3、まあ、ここに3枚ある。活力の壺がないとそう、ここに1枚ついてる。活力の壺がないとつけれない。そうなんですよ。くそ、ないんだよなないんだよな、活力のツボがな。でここで選択肢としては、はい、1エネで研ぎ澄ますを打ってエネルギーを2枚加速する。まあ基本エネルギーがまだ山札には1,2,3まだ残ってると。はい、研ぎ澄ますをすれば、まあ、次のターン活力のツボがなくてもインパクトブローが打てる。120120、次のターン飛ばされるのか。相手にはマリオした。溶接工を使ってくればベンチの2匹が飛ばされるかと思いきや飛ばされない。前のポケモンを何としてでも倒すってことを考えたら研ぎ澄ますの方がいいのではないかという選択肢もあるっちゃある。はい、うん、いけ研ぎ澄ますだ。山札から基本エネルギー2枚つける。ヘルガーでも倒されなかったな、こいつ。ほら優秀、結構頑張ったんじゃない。終わり。1枚、すっ、ベンチレシリザ出します。ベンチにレシリザ出てきた。かまどでかまどトラッシュ。はい、危ね、よかったよ、交換しなくて。はい、この絵で、はい、OK です、1枚ね。サルジエ。はい、これを上に置いて交換、うん、ほ溶接工。はい、デシリザにこの絵で。はい、3枚、うん、3枚、うん、炎の結晶。はい、どうぞ。これをサルジエでポンって引いてくれてたら3エネついてでっていう、あのなんか200打つとちょうどなんか20乗ってるんですよ。そうそう、ちょうど20乗ってるんですよ。手張りですか。手張りですね。はい、手張りかい。はい、もう逃がした。こいつを出すしかなくで、そのまま技激輪で30ですか。30です。頑張ります。ドロー。はい、一撃グラウスにド発展を持たせます。はい、はい、まあ、ド発展はやられないので。博士の研究。はい、出ます。7枚引きます。はい、2,3,4,5,6,7 枚です。活力の壺使います。あ、山札に一撃エネルギー2枚戻します。よっこらしょ。まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫。一撃の方向使います。よっこらしょ。20ダメージです。よいしょ。一撃の方向使います。20ダメージです。はい、よっこらしょ。スタジアム悪の塔に張り替えます。はい、よっこらしょ。2枚いきます。はい、よっこらしょ。 VMAX に進化投手。巨大一撃27、28、29、30、31、32、33、330。ボコーあーって感じ。ボコーあーって感じ。あーって感じ。あと一旦待って。よっしゃー、なんかあれだね、惜しい。一撃ウラウスのデッキもさ、はい、連撃ウラウスのデッキもさ、なんか永遠のライバル感していいねこれ。え、今後もこのさ一撃 VS 連撃やってこうよ。いいっすよ。散財100人組って最近やってないけどね。やってねー。やばい。じゃあただ散財100人組っても新しいデッキ組みたいなと思ってて、はい、あの銅鐸いるじゃん、はい、あのメタルトランスの、はい、あれ散財に絶対相性いいでしょと思ってるんだよね、はい、まあ、だからそれも組んでみたいし、ペーパーなんか新しく組み替えるとしたらどんなの組み替える。散財今入ってる B がなんかフライパンとかなんかその辺の細々としたやつだけで、ほとんどなんか CD で
組めちゃってるんですよね、あれ、うん、そういえばさ、はい、22日以前に、はい、普通にスタンダードだったデッキがさ、はい、23日超えた瞬間にさこれ多分ペーパーもそうだと思うんだけど B のカードがちょっと入ってるじゃん、はい、だからエクストラになるじゃん、はい、でもさエクストラだとリセットスタンプ禁止じゃん、はい、だからあ、B のカードが入ってるエクストラ、あ、リセットスタンプが入ってる電動って言っていきなり電動に叩き落とされる絶賛今電動勢増えてるから、はい、ということでいいねと思ったら高評価、悪いねですねと思ったら低評価よろしくお願いします。またあとなんだっけ診断なんだっけこれ連撃マスター一撃マスターのカードでなんかこういったの使ってほしいよっていうのがあればねぜひコメントください。じゃあねー、さよならー、はい。